ルブルナカのブルナカのブルナカ野、1968年1月8日大は、日本の元女子、プロレスラー。本名は、青木恵子、青木恵子、旧姓、中野。埼玉県川口市出身。あだ名はブルちゃん、ブル様。アメリカの WWF 世界女子ヘビー級王座を獲得した唯一の日本人。他に、和は世界ヘビー級王座獲得多数。 日本の女子プロレスが絶頂を極めた1990年代、その頂点として君臨した。引退後はタレントに転向、また、中野区内において、ガールズバーバー中野信ちゃんも経営している。川口市立芝東中学校出身。プロレスファンの母の影響でプロレスを見るのは好きだったものの、やるのは不本意だったという。 当時は全日本女子に入門するほとんどの者が女子のスターレスラーに憧れて入門していたが、中野は母が好きだったレスラーがアントニオイノキだった影響から初期に憧れていた。中学時代までは水泳、柔道をしており、柔道の埼玉県大会で2位を獲得している。1980年中学校1年生の時に全日本女子プロレスのオーディションを受け合格。 入門を目指す練習生となる。この頃は歌って踊れるアイドルレスラーになることを夢見ていた。1983年全日本女子プロレスに入門。二度のプロテスト不合格の後、三度目のプロテストでの正式入門だった。同年9月23日の戸田市スポーツセンター大会にて本名の中野恵子でプロデビュー。中野 VS、八木下正美 小松三角組の一対に変速マッチ、三人ともデビュー戦であった。女子レスラーとしては恵まれた身長百七十センチメートルを持っていたが、運動能力は入門当初はぽっちゃり体格でとても鈍かった。それを人一,一倍の努力と練習で向上させていった。垂れ目で愛嬌のある顔立ちから、新人時代の愛称はパンダちゃんと呼ばれ、新人当時から料理上手で、 レパートリーも豊富であったという。ヒールになってからのフェイスペイントは垂れ目を隠すためでもあった。本名で活動する新人時代から秋の1983年度新人王トーナメント優勝メインイベンターである長与千草の付き人担当となったり、1984年9月13日の戸田大会にて全日本ジュニア王座を獲得すなど同期の中では、 出世頭であった。その一方、ある同期をいじめて前、女内の風紀を乱していたために、先輩レスラーたちから睨まれて逆に無視されたり、理不尽ないじめにも遭うなど、誰にも相手にされていなかったとも発言しており、派閥があったりいじめがあったり、同期の中でも問題があったりみんな、仲が悪かったと中野本人が、インタビュードで語っている。そこへ、以前から中野に注目式にかけており、 囲碁師匠となるダンプ松本から、極悪同盟に入って私と一緒にやらないと声をかけられ、当初はヒールになるのは、絶対に嫌だったので何度もったが、説得のためダンプに、松永会長のもとへ、半ば強引に連れて行かれたりするなど、先輩の言うことには絶対服従で逆らえなかったために、最終的には、折れて、極悪同盟に加入することになり、 ダンプから本格的に世話をされるようになって、可愛がられるようになったという。後年、ダンプへのインタビューによると、ベビーフェイス側からダンプが気に入った、後輩一人を、極悪側へ引き抜いてもいいよと、全女の上役に言われており、中野ともう一人気になっていた選手のどちらかに、決めようと考えていたという。正式に極悪同盟に加入し、1985年2月から、 リング名をダンプ松本にあやかり中野恵子からブル中野に改名する。中野がレスラーとしてブレイクしたのはパンクをモチーフにしたわかりやすいヒールの外観にヌンチャクを狂気に使用してギミックチェンジした後ダンプ松本、クレーンユーラと組んだヒール軍団極悪同盟での活動である。特にユウの引退後ダンプ、松本とのタッグチームは ベビーフェイスのクラッシュギャルズとの構想が人気を博し、このタッグチームは当時アメリカのマディソンスクエアガーンでも再現されている全日本女子のメインイベンターとなり、トップレスラーとしての地位を確立。この頃体格を大きくするために、給料のほとんどを増量に費やした重は1 0 0ラムを超えたが、その過程でトレーニングや食事でも9 2ラムから体重がなかなか増えず、 男性ホルモン剤の注射などを行って1 0 0ラムに到達させた後に WWE へ遠征する際には体重を9 0ラム台に落としている。ヒール薬はもともと中野本人が死亡したものではなく上役からの指示によるものであったために極悪同盟入門当初はヒールに徹しきれないでいたという中野の悩みをダンプが見抜き 今後ヒールレスラーとしてやっていく覚悟を決めさせるために、九州巡業の控え室で、ダンプから、今日からも悲観狩がりになって、私のパートナーになれ、と強い口で突如言われ、でも、まだ半人前だから半分切ればいいやというダンプに、即バリカンで、左側の髪を半分剃り落とされてしまい、試合後に、ホテルの部屋で一人号泣したことを後に、インタビューや著などで告白している、ダンプ曰く、 このゴロダンプのパートナーである U のレフェリー転校が決まり、今後中野とパートナーを組んで、極悪同盟を継続していくためにやむなく中野の髪を断髪して待ったという。この反も悲観をきっかけに、中野は当時密かに交際していた男性とも別れてしまい、もう女性として生きるのはやめて、プロレスの世界で生きると覚悟を決め、初めてプロレスラーになれたのは、この瞬間と10回している。 この右側の髪を半分残したモヒカン頭は国門党の初期まで継続された。1988年にダンプが一時引退した後は自身をリーダーとした国門党を結成。クリスリー岩本、アジャコング、バイソンキムララの実力派を従えて引き続きヒールの頂点として活動。以降は髪を青く染めてロックバンドバックティックからヒントを得た逆立て部屋が トレードマークになった。クラッシュギャルズ引退後の1990年1月4日に、後楽園ホールにて行われた、和は世界シングル王座決定トーナメントで、西脇光子を破って優勝し、第37代王者に輝く。以後約3年間に渡りチャンピオンとして、全日本女子プロレスの屋台骨を支え、その強さから、女帝へ、と呼ばれるようになった。極悪同盟を引き継ぐ形で、 国門島を組織してしばらく後、マスコミからダンプについて聞かれた際に、あんな奴と一緒にするな。あいつはただ市内を振り回していただけだろ。あたしには、プロレスの心があるんだよ。と言い放った。その言葉に違わず、狂気に過剰に依存しない、技の凄みや説得力で勝負する、ヒール像を作り上げた。レスラーとして一戦を引いた後も、レスラーとしてのダンプ松本に関し、 悪い見本、あのまま、ダンプが引退せずにいたら、私は、絶対に勝てたと振り返っている。その他の場でも、師匠であるダンプに世話になったことに、感謝の弁を述べることはあっても、レスラーとして、技を評価する発言は、たとえ本人の前でも、一切していないが、ダンプさんは、練習嫌いで練習しているところを見たことがない。かっこ洗い、ダンプさんに教わったことで一番役に立ったのは、 引退後お店を開くようにもなった酒を覚えさせてくれたことや、たくさんの試合は基本的に技などで戦うものではなくて、主に狂気攻撃でお客さんに見せるものだったけどそこがまた上手くてすごかったなどと語っている。その実力からヒールでありながら女子プロレス界の最高位を占めた。この時、最終的にはベビーフェイスがヒールを倒すという従来の対立構造が崩れ、 さらには、国門島から、配下のアジャーコング、バイソン、木村の両名からなる、ジャングルジャックの独立を許し、ヒール対ヒールというかつてなかった、対立構図が、団体の中心となった。また、女子プロレスではそれまでなかった金網デスマッチや、チェーンデスマッチの観光、大柄、巨体のレスラーとしてあり得ないはずのムーンサルトップレスや、トペスイシーダといった中央、マイカレーな空中殺法など、 あらゆる意味で、女子プロレスの歴史を塗り替える顕著な働きを見せた。特に、この頃から始まった、団体対抗戦、他団体トップ選手との試合は盛り上がり、ここでは、善玉悪役すべてを飛び越えて会社を代表して、臨んだ。1990年11月14日に、横浜文化体育館で行われた、アジャとの金網デスマッチにて、金網刑事の頂上から飛び降りて放った、 ヒロチンドロップで、女子プロレスの枠を超えて一気にブレイクする。1992年11月26日、川崎市体育館において、アジャに敗れて、和は世界シングル王座を失った後、1993年から、アメリカの WWF、現 WWEA、長期遠征し、ルナバションをマネージャーに、女子戦線のトップヒールとして、アランドラ・ブレイズと構想した。 WWE 世界女子王座を獲得した唯一の日本人レスラーでもある。WWE の RAW10 周年のイベントの際にはショーン・マイケルズがスピーチで彼女について少し触れている。ジムロスはアンファー・ギブン2007の実況の中でベス・フェニックスについてアメリカのブル・ナカノと評した。1994年に日本に復帰し、 カンドリ・シノブとチェーンデスマッチを行い勝利を収めた女子のチェーンデスマッチはデビル・マサミ VS モンスター・リッパーが初である。カンドリは中野がかつて試合で放った高さ4メートルの金網の上からのダイビングギロチンドロップを見て以来、こんなすごいことをやれる女子プロレスラーが日本にいたのかと驚嘆し、ブル中野とのチェーンデスマッチを絶望するようになったと言う。 後日実現した対戦ではカンドリが、お互い好き放題暴れられるよう、鎖を眺めにしてほしいと要望した。中野はこの申し出を快諾、カンドリの希望をほぼすべて了承して、試合に臨んだ。中野は、その長いチェーンを脚部に巻きつけた、ダイビングギロチンドロップを放ち解消。この技で、カンドリは顔面を負傷したが、ブルさんだからこそ、あれ。 ギロチンドロップを躊躇なく私の顔面に落とした。本当に素晴らしい試合で、お客も喜んでいたし、私にとってもベストバウトと考えていると、10回している。1996年に再び、アメリカへ遠征。WCW にて、メドゥーサラと交想を繰り広げた。この頃から、お前らが結婚して、子供作っても、 ブル中野のプロレスを見せてやると長々とマイクパフォーマンスをると、一ヒールレスラーから女子プロレス界のご意見番としてヒール、ベビーフェイスを超えた存在となっていく。ヒールレスラーとして大きな成功を収めたが、中野は本来温厚でかなりよっとりとした性格の持ち主でもあり、ダンプやユー、コンドルなどの極悪同盟メンバーと同様に後輩の世話や面倒見がてもよく、 今も多くの後輩から大変慕われており、堀田由美子、アジャコング、カオル、影香ホル、三田悦子、山田斗司夫、井上京子、井上隆子などの多くの後輩をプライベートでも、可愛いる一面もあった。またプロレスラーになる前の北斗賞は、ブル中野のファンで、施設のファンクラブを作ったことがある。プロでは、先輩後輩、後に、ライバル関係となった二人でもあるが、プライベートでは、 親友関係にあったという。後輩で北斗と同期の神崎文恵とも、親友で非常に仲が良かったという。1997年、以前追っていた左膝じ帯2本を断裂する、大怪我が起因となり、プロレスラーを引退。引退後の2001年には、アメリカのプロレス誌、レスリングオブザーバーニュースレターが選出するレッセルング、オブザーバーニュースレター殿堂入りを果たしている。 その後はプロレスをやめゴルフに専念する過程でダイエットを実施し5 0ラムまで減量したこのダイエットの体験をもとに後にダイエット本口実を執筆したテレビ番組リングの魂以外の企画においてもダイエットスクールを開講したことがある2000年からはフロリダ州オーランドへ単身渡米してゴルフ修行を開始する第二の人生として プロゴルファーを目指すが、観光ビザで入国したものの、アメリカ同時多発テロ事件以降は、日米間の行来が困難になり、急遽英語学校の学生ビザを取得するはめになったという。その後、海外遠征試合、WWE 世界女子王座を獲得した、唯一の日本人レスラーの実績が功を奏し、異例にもグリーンカードを取得できたが、 その後プロテストは通らなかったために断念して2008年に帰国した。渡米時には現役時代から貯金していた数億円を使い切ってしまったとインタビューやしくじり先生俺みたいになるなって語っている。2010年4月20日放送の魔女たちの22時で10年ぶりにテレビ出演。ここで紹介したダイエット術は特殊なもので青色を部屋中に張り巡らし、 心理的効果で食欲を減退させるというものであった。また、帰国後に体重をキープするために通い出した、ムエタイ道場で15歳年下のキックボクサーで、ムエタイ選手でもある、青木大輔と出会って200年2月14日に入籍したことを同番組内で発表した。交際中には、自分があの、ブル中野であるとはなかなか言えず、プロポーズを受けるまで隠していたため、青木も、彼女がまさか、 あの、ブル中野だったとは全く思わなかったと語っている。2010年7月23日、少量理店、中野のぶるちゃんを開店した。その後、少量理店は閉店し、2011年2月25日に、ガールズバーバー、中野のぶるちゃんを開店した。同店では全日本女子プロレスの後輩で、中野からプライベートでも可愛がられている、山田敏夫や三田悦子、吉田真理子、 脇、沢美穂、玉田林英、現役レスラーの旧姓、広田桜などが、スタッフとて店を手伝っている。それまでは正式な引退試合や、引退式は行っていなかったが、体重を、再び現役当時の1 0 0ラム台までに戻して、中野の誕生日でもある2012年1月8日に、東京ドームシティホールで、15年間プロレスかられて、その後ゴルフで挫折してしまってからは、 ブル中野という名前を使うのも人前に出るのも嫌だった。結婚を機にこれからは前向きになって生きていこうと思い、それまで引退試合をしていないのが心残りだったとの理由で引退セレモニーを行った。その後、再びダイエットして6 0ラム台にすると宣言した。ただし怪我のため自身の試合は行わずセレモニーのみとなった。引退工業後。 アジャーバイソン組との髪切りマッチ、パートナーは、井上京子から21年となる1月11日、都内ホテルにて、工業参加選手、関係者を招いて、断髪式を実施して、先輩後輩選手や関係者がバンにハサミやバリカンで、断髪して最後には、丸刈り坊主頭になった。現在はバーを経営するから、タレントとして、芸能活動を行っている。 プロレス業界との関係も継続され、ファイティング TV サムライの女子プロレス中継で解説者を務めているほか、2012年3月20日夜、スターダム後楽園大会ワールドオブ、スターダム選手権試合、高橋七々王者 VS、里村明子、挑戦者戦で立ち会い人を務めた。また2013年10月1日の今井、吉原追悼工業では、 大会実行委員長に就任、ダンプが出場したメインの試合では、場外乱闘で市内をもって、うんぷに加勢している。2014年3月22日に、大田区総合体育館で開かれた、長与ちぐさプロデュース工業、ザッツ女子プロレスにも極悪同盟のセコンドで参加。2015年2月には、過去のダイエット成功とリバウンドの繰り返しで、現役時代から膝に負担がかかり、 重度の変形性膝関節症に悩まされていて、膝の負担を軽くするために悩み抜いた結果、胃を切除して、小さくして、食欲をなくす減量手術を受けている。2018年7月、半年後の2019年3月2日をもって、中野信ちゃんを閉店することを公表した。そのプロレスセンスも、相まって、現役時代は多彩な技を繰り出すことで知られた。 1997年に引退試合やセレモニーは行わずに引退発表し、プロレス界から離れた生活を送っていたが、2010年の結婚を機に剣をしていたレスラー時代を振り返り、自身の44歳の誕生日に心残りであった引退試合の開催を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。